世界ランキング26位のバスケットボール男子日本代表は5日、東京有明アリーナで同50位の韓国と国際強化試合を行い、84対85で敗れた。レイカーズの八村塁、NBA で日本人最長の6期プレーした渡辺優太の NBA 組は欠場。パリ五輪のメンバー選考にも関わる大事な一戦で、川又幸也。 渡辺飛友という2人のセンターが生き残りをかけて奮闘した。必死にボールに食らいついた。川又は第1クォーター9残り4分42秒に途中出場。同46秒には身長204センチの巨体で軽快なステップを踏み、鮮やかなスピンムーブからレイアップを決めた。会場がざわつく中 30秒後にはこの日最多の27得点を記録したイ・ジョンヒョンのシュートを背後からブロック直後にはリバウンド争いからこぼれ球を懸命に追い客席に飛び込む気迫を見せた同じセンターとして先発出場した渡辺も第1球残り8分18秒にブロックを決め比江島誠の3ポイントシュート3ピースによる先制点を演出 後半には身長207センチの高さを生かしてオフェンスリバウンドを2度ダッシュし、共にジョシュ・ホーキンソンの得点につなげた。川又は9分23秒の出場で2得点、0リバウンド1スティール1ブロック。渡辺は12分18秒の出場で4リバウンド1ブロック、得点は0だった。それぞれ見せ場は作ったものの、インサイド陣には課題が残った。 韓国の平均身長193.9センチは日本の193.3センチとほぼ同等。しかし、総リバウンド数は37から40、ペイント内の得点は36から38と競り負けた。前半に限れば順27対26、12から26と大きな差をつけられた。最大20点差から第4球の猛反撃で一時逆転するも惜敗。トム・ホーバス監督は、 ディフェンスコールのミスが痛かったと振り返る。川又か渡辺の、どっちがこのチームにいいか。あらかじめ決められたコールプレイで連携ミスが多発。4人がやっているけど1人がやっていないので相手がダンク、とか。そういうバスケは絶対ダメです。足りないと思いますと指揮官は課題を指摘する。うちはリム、ゴール下、2、相手が入る前にプロテクション、防衛、 が必要。今日はチームでよくできなかった。生まれた隙から容易にリング下に侵入されてしまったことを悔いた。パリ五輪リで同グループのフランスには身長224センチの NBA 新人王ビクター・ウェン・バンヤマ、4度の NBA 最優秀守備選手賞を誇る216センチのルディ・ゴベアらがいる。世界屈指のインサイド陣と戦うためには、 日本最長身208センチのホーキンソンがベンチに下がった時間帯を支える存在が必要不可欠だ。その枠を争うのが川又と渡辺、12人の代表メンバー入りをかけた競争は過強に入っている。ホーバス監督は、川又みたいなディフェンダーか比喩みたいなディフェンダーか、そういうコンペティション、競争、がある。どっちがこのチームにいいかな、と。 多分この2人ですごいサバイバルがあると思いますと2人のどちらかが外れることを示唆した。国内での国際強化試合は7日の韓国戦が最後。最終候補16人からの生き残りをかけて、当落戦上の2人は最後のアピールをしたいところだ。